こんにちは風穴未来です今回は「光の玉を抱いた少女」というタイトルでお届けします。また急にですね唐突に何ていうタイトルなんだと思った方もいらっしゃるかと思いますけども、まあ、なぜこういうタイトルをつけたかは最後までお聞きいただければ納得していただけるかと思います。では 入っていきますとまず最初にですね詩人の定義と仕心の7つの特質これまで5つだったんですけど2つ加えてみましたそれがですね今回の「光の玉を抱いた少女」というタイトルとつながっていきますで「仕心」の特質なんですけど7つ。 おさらいしますと全てのものから自由な精神自由ですね美を感じるもののあれを知る心神秘、美生きとし生けるものへの愛情慈愛物事の本質を見抜く洞察力直感あと5番これがですね新しく加えたものですタイムスペーストリップ時空を超える能力時空移動というのを入れてみました まあこここ数回ですねこういった視点の移動に加えてもう視点だけじゃなく自分自身がその時代にトリップする過去でも未来でもまあ過去のどの時代でも構わないんですけどもその場に自分の身をトリップさせるスリップさせるということを申し上げてますけどもまあそれに関わる能力ですねこれ非常に重要なので。 まあ詩人というのはこういう能力をまあ我々全員持ってるんですけども想像力さえあればそれはあの得られる能力なのでまあ自分で意識してその能力をこう眠っている能力を目覚めさせて伸ばしてあげれば誰でもできます。ちょっと読んででみます、ね、大事なので現在から過去に過去からら過過去去に未来へというふうに自由に時間と空間を飛び越えて。 移動できる能力が詩人には備わっています、まあ我々全員が詩人なので我々全てに備わっていますただこの能力は決して特殊なものではなくいわば想像力の拡張パワーですまあイマジネーションですね想像力を想像力という翼をいっぱいひ広げて羽ばたけばど,どの時代にもええー トリップできます。トラベルタイムトラベルできます。まあ、タイムスペースですね。スペーストラップトラベルもできます。時空を超えるとき視点の移動だけなく、心身がタイムトラベルし、その場その時代の空気感まで感じることが大事です、えー、前回が前々回お伝えしましたね。あの時間と空間でそのその場にトリップして。 その場の時代の空気感まで感じ取るということですねこれが大事だということですね、まあ、非常にこう重要なことなので加えてみましたで 6, 6番目「幸を分け合う和の精神調和」これは今までの通りですで7番目、えー、ですね未来を予見しより良い未来を立案する能力企画立案、まあこれも もうちょっとしゃれた言葉がないかなと思ってるんですけどまた変えるかもしれませんけどまあ分かりやすさでは企画立案ですね未来を予見するいわゆる予知能力を持ちさらにより良い未来の形を具体的にプランニング企画し構成ビルドアップできる企画構成力も仕心の特徴言い換えれば夢を現実として叶える能力も仕心の一つなのです。 まあ夢と現実ってお話も前回させていただきました。夢と現実というのは別々のものではなく、一体化。させなければいけないということをお伝えしました。まあ、それも士心をですね。従前に発揮していけばできることなので。まあ、意識するということがまず第一ですね。まあ、全部この7つの能力っていうのは？ すてて繋がってますでど,どれ一つとっても特殊なえー、とんでもないこんなことは無理だというものは一つもありません私たちが普通にこの地球に生まれ合わせて生きているそれだけでももともと備わっています人という生物には備わっていることなのでそれを普段は眠っているけれどもウェイクアップ目覚めさせて発揮させてあげればあの。 全然無,無理なことはない一つもありませんもう全て自然に伸ばすことができますまあ私のような凡人でももう全てで,で,できるようになってますまあそれはですね具体的にじゃあ、えー、どういうことで生かしていくかっていうことはまた機会を改めてですねまあいっぺんには語りませんので語っていきたいと思ってますでこの仕心のナつツの特徴なんですけども最初に戻ると 光の玉を抱いた少女って私言いましたね。死心ですね。死心の心。心が玉なんですよ。ですから私たちは死心を持ってる。それは光の玉を抱いた少女。光の玉が心なんですよ。死心って呼んでもいいんだけど。ですから心って球体。玉。で 光の玉だと思ってくださいまあそれなんかアニメのキャラでそういうのはいたような気もするんだけどなんかそういった心という光の玉を抱いてる、まあ、胸の中に入っていると思えばいいですよねなんか心臓心臓部分っていうのかな溝落ちあたりというのかなそこに光の玉をもう埋め込まれているというのか。 まあ、ひ光の玉っていうのがあの重要なんだけど風真さんそんなこと言われたってよく分かんないよとおっしゃるかもしれませんけども、まあ、心心は光の玉であるっていうことは覚えていただいてでその光の玉っていうのは七つの超能力というかおかしいんだけれども、まあ、優れた特質を持ってるということですね。 決してて特別ななものでははいんだけど普通は眠ってますそれを目覚めさせてあげれば、まあ、まさに光がブワーッと広がっていくような力を発揮するというわけです。でですねちょっとこの図,図があるんですよ。まあ、これかなり前にあの私がフリーハンドで鉛筆で描いたものなんで見にくいかと思うんですけどね、まあ、どなたか、えー、こう。 イラスト化するというのかチャートというのかなそういう風でパワーポイントかフォトショップかイラストレーターか分かりませんけどそういうソフトで綺麗に誰か作っていただきたいかなと思ってるんですけどまあなかなかいつか頼もうかなと思いながらこのまま来てしまってただ意味はちょっと見にくいんですけども私解説させていただくのであのわ、ー、かると思います。でまずですねこの これがまあ光,光の玉ですね。心、球体、光の玉。光の玉を抱いた少女、少年でもいいんですよ。男性の方は少女にしてください。で、女性の方は少年にしていただけたらいいと思います。それは、異性、異性の視点で物を感じ取れるということも一つの能力なので、できるだけ 異性にに置き換えることが普通にできるそれは特殊な能力でも何でもなくて小説家っていうのは普通にやってますよね女の子男の子おじいちゃんおばあちゃん登場させますよねですからいろいろんな性のいろんな老若男女もう描けるわけですね小説家というのはですから今回は。 光の玉を抱いた少年あるいは少女ですねそういうふうに私はタイトリングしてみましたで元に戻ると「心」というのは光の玉なんだ光の玉って何なのよとこれが円が光の玉心なんだけれども真ん中に核がありますこれ真核と私呼んでるこれ全部私の風の未来の造語ですこれ 完全オリジナルでは他の誰も語ってません私が自分で作った世界なので真核核があるので光の玉があってその外ってのはこれ外界ですね外なる世界この丸が内なる世界で外なる世界光が入ってくる外側から光をこれは普通の太陽光でもいいし例えば自分の尊敬するいやチャップリン チャップリンの映画を見ると、まあ、それはチャップリンも光,光の球を持っている彼こそ詩人なのでこうオーラを発してくれるわけですよねその光を受け止めて神閣まで吸い上げるそうすると神閣に来ると発光発電と考えればいいと思います要するにエネルギーが生まれるんですよ 光を外界から取り入れて心の玉に入ってその中心の心核まで届,いた届くと発光するエネルギーが光がわーっと広がるでそれを外界に出す例えばブログの記事を書くとか YouTube で語るとかそういうことなんですよ表現ですよですから表現のことを放電と言いますででもいいですけどね光を 外出す、まあ、光の「矢」にして放つ「矢」をいる「矢」を放つと考えてもいいと思います。でこの光というのは愛情で満たされていなければ発光されません。とにかく外から光を受け止めて真核まで来れば発電する発光するわけではなくて常に愛情と で満たしていいいいななけければいけないという条件がありますでポイントは何かというと「翼をください」で私語ったんですけれども通常我々忙しいこの現代に生きている我々はこんなまっすぐになってませんこれを行動光の道と言いますけれどもこんなまっすぐな人はほぼいませんもう曲がりくねってこうギューッとこうなってもう途中にこう。 おできというか出来物ができていたり腫瘍ができていたりえ海が溜まっていたり人生生きていくといろんな老廃物が溜まったりしてですね、詰まっている人もいますですからせっかくじゃあモーツァルトのレクイームを聞いたとしますねで何にも感じなかったという時はやはりこ,ここの行動が詰まっているんですよ進学まで届かないと感動しないので感動というのは 新しいエネルギーを生み出すことなんです発光するってことなんです、ね、自分の中でだから感動って素晴らしいんですねまあ、それができないこれが曲がっていたりこれをまっすぐにする方法というのが、えー、翼をくださいという私の教材に、えー、書かれていますまあ、あのー、詳しく説明すると長くなるのでそれは割愛し,しますその《翼をくださいを読んでいただけたら 嬉しいんですけども、まあ、とにかくですねここがまっすぐにするっていうことまあ、一言で言っちゃうと素直,素直になる素直な気持ちで受け止めるあるがままにそのままに受け入れるほとんどの人ってこう素直に物事を受け止められる受け止めることができる人って少ないですよねなんかこう極快というのかな、ね、曲げてを受け取ったり。 すぐにこう言い返したりで相手の話を聞かないでえ自分の意見ばっかり言うとかねそういう人が多いのでそれはやはりこの行動が曲がっているとも言えるし素直さが足りない謙虚さが足りないということになってきますね。それを図ににすするるとととここううういいうなな単純なんですけど心というのは こういういなんだとでこの心というのは仕、まあ、心と呼んでもいいんだけれどもそれには7つの先ほどの特質があるそれを生かしていけばあの人生というのはすごく豊かになってくると私は信じております。まあ、ですからこのこの図はね、まあ、かっこ悪いんですけどねなんか手書きであのいつかですねこう綺麗になんかかっこよく イラストっぽくというのかな、うん、そういう形にしてみたいまあ誰か専門の方が自信のある方はなんか、まあ、ボランティアでやってくださいって言いにくいんですけども何かの形で協力していただける方がいらっしゃったらね声かけていただきたいかなと思うんですけどもそんなような形でえー、こういうふう心ってこんなふうになってるんだこういう考え方もあるのかというまあ いきなりは受け止められないかもしれませんけど、まあ、これも私も苦心に参してようやくこの図を自分で作ることができたんですね。まあ、ですが単純にクラシック音楽を聴くいい映画を見るで文学例えば詩の名作「宮沢賢一の雨にお巻きず」を読むその時にこうその言葉がすっとまっすぐ心の核まで届くそうすると ボーンと発光する光がふわっと湧き上がるこれが感動ですね愛情に満たされますねでそれ,がそれを外に一本の矢にして発するこれが放電方向とも言います光の矢にしてねそれが私で、まあ、今私自身風花未来もこの作,この作業をこの行為をしているわけですねここで。 ここにも私の中に溜まっていますので愛情,の愛情に満たされた光が溜まってますそれは今までの蓄積でありまあ例えば今日は今日はちょっと天気悪いんですが昨日はいい天気でしたよね朝起きてカーテン開けて光を実際の太陽光を受け止めるでもだいぶ違いますよねそういういろんなまたいい映画を見る音楽を聴くで 素晴らしい人と会って話をする全部このいわゆる充電作業ですねその外界からだから人って外のある世界と関わらないとこの光がしぼんでっちゃうんですよ。ですから必ず外界外側からエネルギーをもらわなければいけないそれは実際の太陽光であったり芸術作品であったりし。 自然だったりもうありとあらゆる、うん、外界のものからエネルギーを得て人はこう生き,生きているで表現活動というのはそのたまった光を外側に向けて発する方向するということであります。はいということでですね今日、えー、ご理解いただけたでしょうか、まあ、なかななか。 あのうん、うんという方が多いかもしれませんけれどもまあ私これセミナーで一時この話をく「あの心は球体である」という話何度もしたことがあるんだけどうんなるほどとこれはもうよく分かったとあのそういう大きな反響というのかなそのこう リアクションというののなななかかか得られなかったのでまたですねこう繰り返し、えー、まあ今の方がそのセミナーで語っているよりも分かりやすく自分で語れているというのはあると思いますので少しずつ伝わっていってくれると嬉しいなと思っております。はいということでですねまあこの図をですね、えー、よくあの覚えていただいて 今日は45。6のこのナーツの特質もう増え2つ増えましたね。これを覚えてくださいね。で、元に戻ると。光の玉を抱いた少女あるいは少年ですね。私たちは。みんな光の玉を。抱いています。胸の奥に持っています。それは？ 光の玉というのは心のことです。仕心と呼んでもいいですこう。ただ単に心だけだったら光らないので光るということは何らかの価値が生まれているということなのでそれを詩と呼んでいいのでね、ポエムの詩ですね、仕心と呼んで光の玉イコール仕心と思っていただけたらいいかと思います。まあ、ぜひともですね これからコロナ前コロナ後どう,どういうふうになっていくのかその時代の中でぜひともですね仕心イコール光の玉を抱いてその光をですねあの社会とかいろんなところにこう届ける放つことができるそういう活動をお私はしていきたいと思っておりますし、えー この,この音声動画を聞いていらっしゃる方にもそうしていただけたらと切に願っております。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。